クラスノトゥリンスク市電は、ロシア連邦のクラスノトゥリンスクに存在する路面電車。1954年に開通した路線で、2020年現在は、クラスノトゥリンスク市の路面電車運営部門である、都市軌道によって運営が行われている。鉱山の町として創設された経緯を持つ、ロシア連邦のクラスノトゥリンスク市内を走る路面電車。採掘される防気サイトを活用した。 ボゴスロフスキーアルミニウム工場への労働者の輸送手段として1954年1月15日に開通し、1959年以降は市内を東西及び南北に結ぶ2つの路線を有していた。また、1999年まではボゴスロフスキーアルミニウム工場による運営が行われていたが、同年以降はクラスノトゥリンスク市の路面電車運営部門である都市軌道へ、 運営権が移管されている。2020年現在の運賃は20ルーブルである。ソ連崩壊後は厳しい経営状態が続いており、2011年8月に2号線が廃止されて以降、アルミニウム工場に接続し市内を東西に結ぶ全長 3.5km の1号線のみが運行している。だがこの路線も赤字が累積しており、2020年時点では、 スベルドロフスク州からの支援を受けながら存続する状況となっている。さらに後日の通り車両の保守もままならず、2019年4月から路線が全線、休止状態に陥り、クラスノトゥリンスク市側も路線バスへの代替による廃止を表明したが、市民からの抗議運動や上渡車両の導入により2020年時点で列車の運行は再開されている。 2020年現在、クラスノトゥリンスク市電に在籍するのは、ウスチカタフスキー車両製造工場製の路面電車車両である、KTM-5 である。2019年までは、同市電が発注した車両が使用されたが、老朽化に加え予備部品の確保も困難となり、長期運休の要因となった。その後、同年4月に、ニジニタギル市内の路面電車であるニジニタギル市電から、 同型車両が2両譲とされており、再開以降はこちらが使用されている一方、従来の車両は全て部品取りようとして廃車されることになっている。ありがとうございます。